どうもだるいもんです。今日はこれからちょっと平塚の七夕に行きたいと思います。いやー、何年ぶりの七夕かな。3、4年ぶりかな。そんな感じだと思うんですけど、まあ出店は出てないらしいのですが、ちょっとぐるーっと見学しに行きたいと思います。では今日の Vlog スタートです。さあ、とりあえず平塚のララポートに車を止めて、ちょこっと七夕を見に行きたいと思います。まだちょっと時間が早いので空いてますが、車続々と来てますね。みんな七夕目当てかしら。とりあえず平塚に到着。そしてここは平塚八幡宮。中一回も入ったことないな。ちょっと入っていこうかな。ハプポップがすごい。なんかアヒル飼いたいんだよね。どうやらあそこの真ん中に出るといいことがあるらしいです。ということで、こちらの10円チャレンジしてみたいと思います。無理でした。惜しかったけどちょっと無理でしたね。次奥さんにチャレンジです。 あー惜しかったけどダメでした。あ、しょうがないので、こちらでお賽銭洗って行きたいと思います。千円札を洗ってもらって、お財布の中に入れていきたいと思います。ああ、だんだん七夕会場に近づいてきました。あそこの通行止めのところから七夕の会場です。ああ、久しぶりに大判焼きだったっけ。大判焼き、なんとか焼き、久しぶりに買って帰ろうかな。うん、子供の頃からずっとあるやつ。七夕久しぶり。結構人いますね、やっぱり。なんで通行方向が一方通行なのかな。まあいいや、とりあえず駅の方に一回行ってみよう。久しぶりの平塚の七夕なのですが、マスクがつらい。そこが始まりかな。はあ、ほんと久しぶりの七夕。ちょっとね、出店がないのが寂しいですが、まあこれはこれでいい感じですね。とりあえず一旦駅の方に向かいたいと思います。いい匂いがする。もうほんとこれ子供の頃からずっとここにありますからね。いい匂いがするので買っていきたいと思います。七夕祭り期間中は12個入り550円のみ。奥さん饅頭をお買い上げ。高い。はあ、懐かしい。向こうよりなんかこっち側の方が人がいっぱいいるよ。ここがメイン。いや、メインは向こうでしょ。七夕の飾りもいいのですが、七夕のこの飾りの横にあるね、こういうお店が気になりますよね。ちょっと焼き鳥気になるわ。まあいいや、今買ってもしょうがないので七夕は見に行きたいと思います。うん、飾りがいろいろあっていいですね。久しぶりに平塚に来るとなんか気になるお店がたくさんありますね。さっきから所々気になるのですが、このなんかのあれの上に石のこういうモニュメントなんかいっぱい置いてあるんですよね。なんかあそこの冷凍自販機の地獄の担々麺がものすごく気になるんですけど、まあ露店は出てないですけど、やっぱ七夕はいいですね。はあ、七夕十分満喫した感じですかね。結構歩いてきました。天気はねそんな良くないですけど、風があって心地いいです。とりあえず七夕は満喫したので、今日はこの辺で帰りたいと思います。はあ、ちょっとね本当は夜来てライトアップしてるとことかも見たかったのですが、まあ昼間は見に来れたので良かったです。まあ、来年はこのマスクもしないで露店も出てるといいんですけどね。ということで今日のだるいもん Vlog はこの辺で締めたいと思います。
もしよろしかったらチャンネル登録、いいね、評価、バット評価、何でもいいのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。